最初の単語はこちらです。金。鋭い。金属でできているものを思い浮かべてください。包丁、ナイフ、カッター、切り、全部鋭いですよね。金属は鋭い。金属は鋭い。金、鋭い。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。だる、退屈な。退屈な授業ってどう思いますか？だるくないですか？退屈な授業ってだるいっすよね。退屈な授業ってだるいよー。だる、退屈な授業、だる、退屈な。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。スイープ、吐く。この単語は皆さんが知ってるあの単語と同じ語源なんですよね。はい、スワイプです。スワイプっていうのは画面を指で滑らしてますよね。吐くっていうのも床の上をほうきで滑らしてますよね。スイープ、吐く。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。リーク、漏らす。これは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。リークです。リークっていうのは情報をリークするなんていうふうに使いますよね。例えば新作のゲームが出た時に誰かが情報を漏らしてるんですよね。リーク、漏らす。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。チャーム、魅力。これは知ってたよシリーズですよね。はい、チャーミングです。日本語のチャーミングっていうのは可愛らしい女の子のことを表しますが、英語では魅力的なって意味だったんですね。可愛らしい人っていうのは魅力的ですよね。チャーム、魅力。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ユニット、単位。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。ユニットです。ダンスユニットとかって言いますよね。例えば5人組のダンスユニットっていうのは5人ワンセットで活動しているチームのことですよね。それがどう単位とつながるのかというと、例えば鉛筆1ダースっていうのは12個でワンセット、つまりそれで1単位ですよね。さらに深く理解するために語源でも見ていきましょう。ユニは一つという意味があるんですね。これはユニコーン、一角獣もこのユニですね。ひとまとまりしたものが単位ですよね。ユニット、単位。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ユニオン、組合。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。ユニは一つでしたね。例えば労働組合っていうのは労働者が団結して一つになったものですよね。ユニオン、組合。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ユナイト、一体にする。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。ユニが一つでしたね。これは United States of America でも使われているものですけども、アメリカっていうのはたくさんの州が一体になってできている国のことですよね。United、一体にする。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Cope、 対処する。こちらは語源で見ていきましょう。 Cope は切るが語源です。これはクーポンと同じ語源になります。クーポンというのは切り取って使うものから生まれました。では切るが対処するになぜつながるのかというと、問題に対処するというのは問題を切り抜けるというふうに考えられますよね。コープ、対処する。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。プロテイン、タンパク質。これは知っててシリーズですよね。はい、そうです。プロテインです。プロテインというのはタンパク質のことなんですね。あともう一つ読み方注意してください。プロテインではなくプロテインが正しい読み方です。プロテイン、タンパク質。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、呼ばれたー。